ちは、日韓夫婦プーモグのモグです。今日は韓国の最新マンションルームツアーをお伝えします。まず韓国のマンションの基本情報についてです。日本でいうマンションのことを韓国ではアパートと言います。基本的には20階30階以上の高層マンションが多いです。そしてたくさんの棟が密集して一つのマンションと呼ばれることが多いです。日本だと5、6棟が集まっているとそれだけで大規模マンションというと思うんですけど、韓国では10棟で一つのマンションというのは結構当たり前、20棟とか30棟とか合わせて一つのマンションであることがあります。日本人の私からすると、このなんて言うんだろう、密集しすぎててマンションが、初めて来たら多分どこの建物に住んでるのか分かんなくてたどり着けないと思うんですよね。それで日本だと多分もう30階以上あるマンションだったらタワマンみたいな結構高級マンションみたいなイメージがあると思うんですけど、韓国だと別に普通なのでそんなに高級っていう感じではなくて、タワマンっていうと釜山で言ったらヘウンデみたいな高級住宅街にあるキラキラした見た目のマンションとか、あとは複合マンションって言って地下とかに商業施設が全部入ってる、その一棟だけで成り立つようなマンションのことをタワマン、高級マンションっていうイメージがあります。プーさんの実家は韓国のプサンにあって、以前の動画でルームツアーでご紹介したんですけど、今年になって新しく引っ越しをしてマンションリフォームしたばっかりなので、その最新のマンションについてお伝えできると思います。今昼間だからあんまりわかんないかもしれないんですけど、カーテン取り付けてない家が本当に多いんですよね。あとこれはマンションにもよるんですけど、今回新しく引っ越ししたプーさんの実家は30棟以上の大きな規模のマンションなので、スポーツ棟みたいな建物が一つあって、サウナとか大きいプールとかジムとかそういう施設が全部入っていて、住民の人は1ヶ月いくらっていう普通のジムみたいな感じで使うことができます。それで日本のマンションと大きく違うのが駐車場の入り口なんですけど、実際に行ってみましょう。はい、駐車場の入り口にやってきました。これ見えますかね。今車が通っててバーが開きました。ここが日本のマンションと大きく違う点で、マンションの駐車場の入り口には絶対にこういうバーがあって、そのバーを通らないと中に入れない仕組みになっています。それでここに住んでいる人はあらかじめ車のナンバーを登録してるんですね。でそのナンバーを自動的にここが読み取ってバーが開く仕組みになっています。右レーンが住んでる人専用で、左上レーンが訪問者専用のレーンでした。それでね、すごいのがこのバーを通るじゃないですか。そしたら家の中のインターホンが今何番の車が帰ってきましたみたいにアナウンスが流れるので、家の中にいてもああ今帰ってきたんだなっていうのが分かるようになってます。でプーさんはそれが行動が全部知られてるみたいで嫌って言ってたんですけど、私はすごい画期的なシステムだと思います。あと日本のマンションだと結構どの部屋の人がどの駐車場スペースって決まってると思うんですけど、韓国だと基本的にどこに停めてもいいんですね、場所が決まってなくて。だからいつも違うところに停めるから、どこに停めたか忘れちゃうってことが結構あります。あとこれも日本と韓国のマンションの大きい違いだと思うんですけど、韓国のマンションって基本的に1フロアに2家族2部屋しかないんですよね。日本みたいに1フロアに何部屋も住めるマンションっていうのは、韓国でいうとすごい昔に建てられた建物だったり、あとはちょっとお金がない人が住むイメージっていうのがあります。それで1フロアに2部屋しかないので、だいぶ面積が取れてるっていうか、かなり広い家になっています。こういう風に降りたらこっち側に1部屋、それからこっち部屋にこっち側に、それでこれは韓国ドラマでもおなじみの電子鍵。実はこのドアの鍵もあるんですね。タッチキーの鍵もあるんですけど、ほとんどの人が使ってないです。持ち歩くのめんどくさいし。これが玄関ですね。靴箱があります。これも結構広いですね。
ドア側から見るとこっちにもう一枚ドアがあって、こういう感じスライディングドアになってます。それで玄関を入ってまっすぐ見えるのがリビングで、リビングを中心にいろんな部屋とかキッチンとかトイレとかがつながっていて、韓国のマンションはリビングとキッチンが中心っていうのがほとんどですね。リビングもキッチンとつながってるからすごい広い。あとプーさんの実家はリビングにベランダがありません。もしベランダがあっても韓国のマンションって日本みたいに窓を開けて外に出れるようなベランダじゃなくて、こういう感じです。この空間に洗濯を干したり荷物を置いたりしてます。見えるかな、あのちょっと梁が出てる部分、ここから先は本当はもともとベランダだったんですね。でもプーさんの家はベランダをなくしてリビングをもっと広く拡張しました。これがインターホンみたいなやつで、さっき紹介した駐車場に自分家の車が帰ってきたら帰ってきましたみたいなアナウンスが流れるんですけど、その他にもこれ電話にもなるんだよね。電話にもなるし、あとメモ帳みたいな感じでメモを入れることもできますし、モニコール、アラームコール、すごい。あと日程管理とかもできますし、何でもできるね。あとは私が多分毎日日々使ってる、うん、私たちの家族が毎日使ってる機能としては、うん、エレベーターコールっていう機能があって、うん、やはりここがちょっと、まあ、30何階まであるマンションだから、うんうん、今エレベーターがどこにあるか確認できるし、自分の家からエレベーターを呼ぶこともできる。キッチンの隣に小さい部屋があります。多用途室、多用途室って言って何にでも使えるんですけど、大体韓国の人はこの中に洗濯機とキムチ冷蔵庫とか、あと食品を置いたりしてますね。今はキムチの他に何て言うんだろう、冷蔵庫に入りきれない普通の食品をサブ冷蔵庫として使ってます、うん、それからこっちちょっと見えにくいけど洗濯機、これは25リットルだっけ、洗濯25キロ、あ25キロの洗濯が入る超大きい洗濯機です。あとはキッチンのこの大きい冷蔵庫 L 字ですけど、韓国ではこの大きさは大体普通ですけど、日本だったら絶対見ない、何リットルなんだろうね、大きさですね。玄関のすぐ横にはバスルームがあります。ここはトイレと洗面台とそれからバスタブがあります。でバスルームの隣は私たちが寝泊まりしている部屋です。ここも床暖房なのでいつもあったかいです。窓側から撮るとこういう感じで、でこのクローゼット、ハンガーをかける位置の高さわかるかな、これすごい高いんですよ。私背167ぐらいあるんですけど、背伸びしてもこのぐらい届くか届かないかみたいね、すごい高いです。次もう一つのお部屋、ここも小部屋があって、ここは今プーさんが在宅勤務をするために使ってます。私この部屋のいいところは、うん、まずこの窓が超大きいじゃん、大きい、あと窓の景色が山なのね、おいいねいいね、だからなんか癒されるって感じがする。癒される、うん、か日本のマンションだと全部の部屋に窓があるってないじゃん、うん、ここ全部の部屋に窓があるのがすごいいいよね。だからここにも小部屋があります。ここはねなんか結構ベランダっぽい感じ、そうだね、で開けるとちょっとひんやりするんですけど、今は物置に使ってるのかな、釣りの道具が入ってるね、うん、突き当たりのところにマスタールームがあって、前面に収納扉があります。これもともと備え付けたやつだよね。ここにもバスルームがあります。まずはここに化粧台があって、化粧台を抜けるとトイレとシャワー室があります。ここにはバスタブはないね、シャワールームだっけ、うんうん、この鏡をこうやってスライドさせるとタオル入れてるんだよね、うん、でお風呂入る前にここからシュッて取って、これ収納すごい便利だと思います、うん、以上韓国のマンション徹底解説ルームツアーをお届けしました。